そうですね、ボディビルを始めたのはとにかくそのいい体になりたいという、まあ、その興味ということに尽きるんだと思うんですけど、まだねその当時からやはり日本一で日本で優勝するっていうのは始めた当時からのやはり目標だったんで、まあそれが達成されてない今、それが達成されない限りですね、まあおそらくそのモチベーションが下がるということはないのかなと思います。そうですね、ステージに立ってスポットライトなりその照明ですね、舞台に当たる照明、それが、その光が何て言うんだろう、懐かしくなるなっていうオフシーズン、そんな感じがしますけど。